皆さんごきげんよう、上川かおるです。今回取り上げる話題は、アメリカが中国に行う制裁、その中においても、ちょっと面白い案が出てきたのでご紹介しようと思います。その面白い案というのは、中国共産党のその党員とその家族全員に対して、アメリカへの渡航を禁止するという制裁案です。これまで米中の貿易紛争などで、制裁といえば、関税を引き上げるといったものや、もしくはウイグル人権法や香港人権法などに見られるように、特定の人物を指定して、その人物が持っているアメリカにおける資産を凍結、そしてアメリカへの入国を拒否するといったものがよく見られるものでした。それに比べると、この中国共産党の党員全員、もしくはその家族も含めるというのは、かなり規模が違うものです。実施されれば間違いなく大きな影響をもたらすでしょう。また、そうしたまだまだ検討段階ですよという制裁案だけではなく、アメリカはすでに中国に対する制裁というものを実施しています。そして今後も大小様々な制裁というものが課されることでしょう。検討案ではなく実施される制裁、今回ご紹介するその制裁というのは、中国のハイテク企業5社に対する制裁です。この話というのは、アメリカだけではなく日本企業も関わってくることなのでご紹介しようと思います。それでは関連ニュースを見ていきましょう。トランプ政権、すべての中国共産党員の米国渡航禁止を検討。実現すれば中国の強硬な報復は必至。トランプ政権がすべての中国共産党員とその家族による米国への渡航禁止を検討していることが16日、関係筋の話で分かった。米中間の緊張が一段と高まる恐れがある。関係筋によると、この問題を検討している政府高官は大統領令の草案を準備し始めた。ただ、検討はまだ初期の段階にあり、トランプ大統領にはまだ諮られていないとしている。検討には複数の連邦機関が関与。中国共産党員の子供がアメリカの大学などに在籍することを拒否するかどうかも検討されている。この件はアメリカニューヨークタイムズ紙が先に報じた。こうした措置が実施されれば、共産党の最高幹部から一般党員まで影響を受ける可能性があり、中国に渡航するアメリカ人に対し報復措置が取られるのは必至だ。その場合、外交官だけでなく企業幹部も対象となる可能性があり、中国におけるアメリカの権益に打撃が生じかねない。中国外務省の報道官は、アメリカが検討している措置が事実ならお粗末だと一蹴した。ポンペオアメリカ国務長官はこうした措置を検討していることを確認しなかったが、大統領の指揮のもと、中国共産党への対応をどのように考えるべきか検討していると述べた。ホワイトハウスのマクナニー報道官は記者団に対し、中国に関しては全ての選択肢を維持していると述べた。アメリカへの渡航禁止についてはまだ検討段階ですが、アメリカによる中国への制裁はすでに実施できるものから順次実施されている段階です。アメリカ政府、中国5社製品使う企業の取引排除8月から。アメリカ政府は8月、ファーウェイなど中国企業5社の製品を使う企業がアメリカ政府と取引することを禁じる法律を施行する。対象の日本企業は800社を超え、該当する中国製品の排除が必要となる。米中対立の激化で、世界のハイテク市場の分断が加速する。中国製品への依存を強めていた日本企業の調達戦略も修正を迫られる。対象5社は通信機器のファーウェイと ZTE、 監視カメラのハイクビジョン、ダーファテクノロジー、無線通信機器大手のハイテラ。アメリカ政府は8月以降、これらの製品やサービスを使う企業とは契約を新たに結んだり更新したりしない。中国政府に機密情報が流れるのを警戒するためだ。企業はアメリカ政府か中国企業かの2者択一を迫られる。アメリカ連邦政府と取引する企業が自ら該当する中国企業の製品を使っていないことを明示する必要があり、米中対立への対応コストが高まる。アメリカ政府は企業が新たな法律に完全に対応するまでに計800億ドル、約8兆6000億円を超えるコストがかかると算定している。アメリカ政府と取引する企業は、該当企業の製品やサービスを使っていないと証明書を出す必要がある。虚偽を報告した場合は、民事、刑事罰もあり得る。アメリカ政府によると、2019会計年度の調達額は、約5800億ドル、約62兆円。暫定規則によると、
当面は政府と直接契約する法人が対象だ。日本企業への影響は大きい。アメリカ政府によると2019会計年度の日本企業向け取引額は約15億ドル、日本円で約1600億円、案件数も約1万1000件に及ぶ。アメリカ政府との取引企業は800社を超える。対象は政府と直接契約する米国法人や在日米軍と取引する日本企業だ。まず最初に紹介した制裁案についての話をしましょう。中国共産党の党員は9200万人、その家族を含む場合だと2億7000万人が対象になります。これらの人々がビジネスで行くこともできないし、観光で行くこともできない、そして留学もできないとなれば非常に大きな影響になります。中国側がこれに怒って全く同じ内容でアメリカ側に制裁を科すとすれば、これもまた大きな話になるでしょう。しかし大きな話になったとしても、その実害として一体どちらの方がダメージを負うかにはかなりの差が現れることになります。これは以前のウイグル人権法に対する制裁を実施された時に中国側が怒って同じ内容をアメリカ側に仕返したといった出来事があります。この時私は動画の中で効果は一方的であるという話をしました。その時の制裁内容というものは、指定された人物に対する制裁内容はアメリカ国内における資産の凍結とアメリカへの入国拒否でした。これに対して中国共産党も同じようにウイグル人権法に関わったアメリカの政治家らに対して中国国内の資産の凍結と中国への入国禁止といった内容を発表しています。中国の高官らは資産をアメリカに逃がすことがあり、これが資産の凍結の対象になるために大きなダメージが出ますが、一方でアメリカの議員らが資産を外に逃がすときに中国を選ぶことはまずありません。またアメリカの政治家が好き好んで別に中国に行く必要はないわけですから、やはり制裁というものは一方的にアメリカ側がした時だけは効果が出て、中国側からやった時には効果がないということになります。今回のこの制裁案についても全く同じようなもので、アメリカ側が中国にかける制裁の時には効果があるのですが、反対に中国の側が報復として行う時にはその効果は非常に小さいものになります。もちろん制裁を課されるのですから自由が効かない面があって不便になることは間違いありません。中国に進出しているアメリカの企業はたくさんありますし、それに関連して中国にビジネスとして行かなければならない人もいるでしょう。しかし、それを除いてしまえば、中国は別にアメリカにとって非常に人気の観光地でもありませんし、こぞって留学に行くような場所でもありません。アメリカ人にとっての人気の観光地といえば、カリブ海のようなリゾート地やもしくはヨーロッパ旅行でしょう。ですが、この制裁案というのはまだ検討段階であり、実際にはまだ制裁が発動されるわけではないのに、なぜこのような話がマスコミに流れているかといえば、それは中国に対するプレッシャーをかけているのでしょう。その証拠に私は2つ目の記事で、実際に行われる制裁がどのようなものであるのかをご紹介しました。この中で出てきたのは中国5社、この5社に絞って縁を切りなさいということを迫るような内容でした。ですから最初の制裁案では中国共産党とその関係者2億7000万人が対象になる、そういった非常に大きな話なのに、実際に行われる制裁においては中国5社に絞り込んでいるのですから、その落差というものが非常に大きいことはすぐにわかります。ですが、今後米中の冷戦構造がもっと長引き、そしてアメリカの行っている制裁などが不十分な効果しか出ないのであれば、段階を追って最初に出た制裁案というものが現実味を帯びてくるぞというのを今から匂わせているようなものです。さて、それでは実際に実施される制裁の話についてもしましょう。ここで出てきたのは中国5社に絞り込んだものでした。しかし制裁の内容を見れば影響は非常に幅広いものになります。今回指定された5社のどれかと取引をしていれば、そのことを理由としてアメリカの連邦政府との取引ができなくなるのです。そしてこの記事で振られていたように、何もアメリカ本土の連邦政府との話だけではなく、在日米軍との間でもやはり同じように契約や取引などは発生するので、日本企業にとっても非常に多くの接触する機会があります。ただ今回の制裁の話については日本企業は非常に乗りやすいはずです。少なくともファーウェイに対しては、日本政府は 5G 通信網についてはファーウェイを排除するという大方針はすでに示しています。ですから日本国内におけるファーウェイといえば、スマートフォンかタブレットのようなものになり、他への切り替えというものも金額はかかりますが絶対無理だという話ではありません。
その他今回指定された5社のことを考えると、切り替えには必ず費用という負担はあるものの、しかし絶対この企業を外すのは不可能だといったものではありません。必ず他に会社があり、他の製品へと乗り換えということが実施できます。ですから今回のような制裁を実施することによって、確実に中国企業の売上を落とし、シェアを落とすことができるのです。そして全体の話をすれば、米中の覇権争いというものはまだまだ途中段階であり、その頂点に達しているわけではありません。ですから今回発表された制裁などというものは、何と言ってもまだ始まりの部類に過ぎません。今後も制裁というものはレベルが上がっていく、もしくは長期化していくということは明らかです。そしてその中において非常に重要なのは、各分野において米中が争い続けるというこの形そのものは当分の間続き、そして終わりがないということです。そして米中がぶつかり合うそうした産業においては、必ずのようにアメリカ側が我々の側につくようにと迫る場面がこれからも続くでしょう。日本政府は少なくともファーウェイの 5G 通信網機器については排除する方針をとっています。他の分野においても同じようなことが起こるということを前提にして、日本政府は日本企業の中国進出などについて歯止めをかけ、そして日本への回帰などを進める。そういった政策をもっと強く推し進める必要があるでしょう。経済学者の中には、中国はまだまだ伸びて、そしてアメリカを追い越すというようなそうした発言をしている人もいますが、私は全くその逆で、中国の勢いというものは年数が経つごとにだんだんと落ちてくると思います。それこそ中国も日本と同じように少子高齢化問題というものがあり、その問題が巨大化するには年数が経てば経つほど悪影響が及んでくるのです。一方でアメリカの場合は移民国家であり、トランプ大統領が不法移民を追い出し、そして優良なもしくは優秀な移民を認める方向にもっと舵を切れば、アメリカの繁栄というものは続くでしょう。もちろんアメリカ国内における貧富の格差問題というものは永続的にまだまだ続くわけですが、少なくとも国家としてのアメリカはまだ続くのではないかと私は考えています。皆さんはこのニュースを聞いてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。